Hey guys, what's up? Takaya here. I hope you're doing good. はい、というわけでね、10年ぶりぐらいにまともに動画を撮るんですけど、まあ、今回よくコメントで、音作りどうしてるんですかとか、聞いたの音かっこいいですねみたいなよく来るんで、まあ、ちょっとこの前のコミュニティ機能を使ったあのアンケート含めて、ちょっと今回ストラトの音作りをみんなに解説していこうかなって思います。はい、そしたらまず使用機材なんですけど、アンプはマーシャルの DSL-1C っていうアンプを使ってて、まあ、あの家庭用の真空乾燥線のアンプですね。まあ、真空乾燥線っていうのもあって、すんごい 1W だけど音がでかいっていうね。はい。めちゃめちゃ音がでかくてびっくりしました。はい。以上、つまみなんですけど、まあ、原因は、めちゃめちゃ下げてて、まあ、ほぼドクリーンって感じで使ってて、基本的に次に説明するあのエフェクターで音作りしてるんですけど、今ね、アンプのイコライザーは、まあ、ベース、まあ、ちょっと、ベース真ん中ぐらいにして、ちょっとベース強めで、まあ、それ以上にトレープルミドルすっごい上げてて、かなり中域攻撃が出る感じのセッティングにしてます。ベースはこんな感じで音作りしてますね。で、リバーブほぼかけてません。気持ちかけてるかなぐらいで。はい、そしたら次に、エフェクターなんですけど、まあ、カールマチのプレキシレンジャーっていうと、歪みを使ってて、まあ、名前の通りプレキシの音が出せるあのエフェクターになってまして、まあ、左サイドが普通のエフェクターと変わってなくて、まあ、右側がブーストペダルって感じで考えてもらえれば分かりやすいかなと思いますね。まあ、つまみの詳細については他の人の動画見てもらえれば分かりやすいと思うので、ちょっと今回省きます。で、まあ、ちょっとブルースドライバーも今回出てこないで省きます。無視してください。で、まあ、ちょっとこれがチューナーのペダルですね。これめちゃめちゃいいんで、みんな買ってください。別に案件しないです。はい。そしたらまずベースの、まあ、バイパスの音作りなんですけど、こんな感じですね。もうこんな感じで、ドクリーンってかよりかは、まあ、かなりクランチ気味のクリーンって感じで音作りしてますね。そしたら歪みのペダルをオンにしていくんですけど、かなりいい音してるんですけど、ちょっと歪みが足りないんで、まあ、ちょっとここでブーストをオンにするんですけど、めちゃめちゃいい音します。めちゃめちゃジューシーですっごいいい音しますよね。まあ本当にプレキシレンジャーって、まあプレキシって言ってるだけあって、まあ本当にまあちょっとかなり歪んでる感じはあるんですけど、まあプレキシっぽさがすっごい前面に出てるんじゃないかなって思いますね。
はい、このペダルね、ボリュームをかなり絞ってクリーンにした感じで弾く音もめちゃくちゃ最高なんですよね。まあ、普通にボリューム10で弾くと、まあこんな感じの音なんですけど、これかなり絞ると、めっちゃ良くないですか？これで弾く、昔の94年とかのウェンナイカマランド、最高ですよね。シリンジャーかなりいい音するんで、ちょっとグリーンデーの昔のストラト作ってた頃の音作り、やりたいよって方はこのペダル買ってあげるとそれっぽい音に近づけるんじゃないかなって思いますね。でこのペダル、さっきも言った通り、ちょっとどっちのスイッチもオンにした感じで使うのがこのペダルの本領発揮だと思うんで、ぜひそんな感じで音作りしてもらってかなりいい音を作ってあげるのが一番楽しくなるんじゃないかと思いますんでね、はい、ぜひやってみてください。はい、というわけでね、こんな感じで音作りしてるんですけども、よかったら参考にしてみてください。次回になるか分かんないんですけど、レスポールジュニアの音作りの方もね、上げれたら上げたいなって、上げれたら上げたいは上げないんだよな、上げたいなって思ってるんで、よかったら見てみてください。というわけで、聞いてみた動画か、また音作り動画かでお会いしましょう。バイバイ。